お笑いコンビ、霜降り明星の粗品31が、体調不良のため、3日の音楽ツアーを延期することを発表しました。粗品は2日に行われる予定だった大阪公演を、体調不良を理由に延期すると告知し、本当に申し訳ございませんと謝罪の意を示しました。この発表は、ファンにとって非常に残念なニュースでしたが、健康第一であることを理解する人々も多いようです。延期の背景には、彼自身が体調を崩しているという事実があります。その後、粗品は YouTube チャンネル最近とを更新し、自身の心境や税金についての思いを語りました。動画は9月30日に撮影されたもので、税金が高額に引き落とされたことに衝撃を受けた様子が収められています。今日な、まあ税金やねんけど、もうな、人生で一番大きい額勝手に引き落とされてた。やばいこれ、えぐない？給料全部なくなってる。何してくれんねんと、彼は普段通りのトークスタイルで自らの状況を説明しました。この発言からもわかるように、粗品は自身の高額納税について困惑しながらもユーモアを交えつつ話しています。彼のトークには多くのファンが共感し、彼の人柄が伝わる内容となっています。動画内では、粗品がマネージャーと歓談するシーンや手を叩いて大声で笑う姿が見られ、視聴者にとっても彼の元気な姿を確認できる良い機会となっています。体調を案じるネットユーザーからは、休演になったライブの開演時間に動画が上がるとは、粗品の笑顔を見れて嬉しいといったコメントが寄せられており、ファンからの応援が多く寄せられています。粗品はお笑いコンビ霜降り明星として、テレビやライブで幅広く活躍しており、彼のキャラクターやトークは多くの人々に愛されています。今回の体調不良は残念ですが、彼の YouTube チャンネルを通じて、ファンとコミュニケーションを図っていることは、ファンの心をつかむ一因となっています。今後の活動については、体調が回復次第、再び元気な姿を見せてくれることでしょう。ファンは、粗品の健康と復帰を心から願っているようです。